はい、というわけで今日は、こちらですね、あのホンダシビックタイプ R の開発者、柿沼さんに、お会いできましたので、ちょっとインタビューしてみようと思います。はじめまして。あ、どうもはじめまして。よろしくお願いします。ちょっと緊張してます。いつも楽しく YouTube 見てます。いえいえ、ありがとうございます、はい、いや、まさかこんな感じでね、あのインタビューができると思いませんでした、はい、ここでお会いできるとは思います。 ありがとうございます、はい、あの、いや、タイプ R 変わりましたよね。あの、僕正直なところどこが変わったのかなというのがちょっと正直な思いで、はいはい、なんかあのエクセリアで大きく変わったところって何かあるんですか？エクセリアで一番変わったところはバンパーのデザインですね、はい、よりこうワイズ&ローでスポーティーな、はい、タイプ R らしい顔つきに変更したんですね。あ、そうです。ちょっとこの刃のような、そう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 、あのデザインがちょっと印象が変わったなという感じしますね、はい。あと、こちらまだイギリスで作ってるんですかね？そうですね。まだイギリスで、ええ、まだこのモデルまではイギリスでしっかり生産、はい、1年ぐらいですかね。そのあたりは分からない。何回かあのこれの前のタイプというか、あの試乗させてもらったんですけど、はいはいはい、やっぱ全然この違いますよ。 横のこのロールの感じっていうのがやっぱピカイチだ。多分あの、はい、普通の車と比べても車のなんていうの、しっかり芯の太さみたいなところを感じていただけて、はい、そうですよね。ものすごいピーキーなわけじゃないんですよ、うん、あの一般道も普通に走れる、ええ、このハイパフォーマンススポーツカーって言いますかね、うん、これだけのパワーを楽しめるには、はい、その土台っていうか乗ってる絶対の安心感みたいなのがあって、はいはい、その上でその楽しめるみたいなのをしっかり磨いた車にしてますね、うん、いや本当にあの皆さんに、ね、味わってほしいですよね、このタイプ R ね、ええ。じゃあちょっとあのぐるっと一緒に説明聞いていいですか、はいはい、あと今日お見せできるお話できるのとしては、変化点としてブレーキのローターを今までワンピースタイプというものからツーピース、フローティングディスクって言ってますけど、あ、これがツーピースになったんですね、はい、このハットのこことディスクのローターの部分を、はい、あの二分割にして、あ、これが前は一体成形の、あ、それはなぜ二つに、まず二つにすることで、はい、ブレーキってすごい熱の温度が高くなるので、はい、そうですね、熱でローターが倒れるんですね。あ、こう歪むった、そうですね、そう動く、で、はい、それそうするとこうパッドとまっすぐに平行に当たらなくなるんで、うん、はい、どうしてもなんていうか隙間が空いてくるような感じ、はい、そうするとブレーキ踏んでもパッドかローターパッて掴むときに少し向こうストロークが増えちゃったりするんですね、はい、そういう細かい、そういうところを良くするのに2ピースに分割することで、はい、ディスクが熱で倒れなくなるんで、いつでもパッドとローターの関係が安定して修道してるんで、より耐久性が出たと いつでもそので、ね、あの踏み始めからのフィールから、はい、あとは熱が入ってきた時のフィール変化みたいなのを含めて、はい、スポーツカーとしての走る曲がる止まるの止まる一番止まるって大切な部分なんで、しっかりそこから進化させてます。いや、そういう話聞くとやっぱ新しい方がいいなと。いや、普通に思います、はい、やっぱり新しい方は良くなってるんですね。そうですね、やっぱりあのホンダのフラッグシップスポーツとして、はい、まあ、進化を止めない。そうですね、常に進化は、そうですね、パッと見変わらないんですけどね、期待を超えるような進化、はい、あの外観は変わってません、はい、ただあの側面から見えるあのステアリングホイールですね、はい、あれが今まで本川巻きだったんですけど、アルカンターレっぽい、アルカンターラ製なんですか。今までほらシートとか、はい、この辺のセンターアームレストとかはバックスキーンなんですけど、はい、あのハンドルとか、まあ、本革調だったんですね、はい、で今回ステアリングとシフトの部分のブーツの下、ブーツのところ、ブーツのところ、あ、それが変わったんですね、室内のその革のトーンが全部統一して、はいはい、よりなんていうかなスポーツカーらしい佇まいになって、一番はやっぱりそのハンドルを握った時の手のフィット感だとか、はい、あとはハンドルを切った時の、はい、まあ、しっかり感、グリップ感みたいな、やっぱりスポーツカーとして操作系をしっかりと進化させて、はい、ドライバーの意のままに操れるようなところを、いいですね、さすがホンダっていう感じですね。もう小さいところを
こだわりを持って進化します。が、私ね、最初気になったのが、これ、上の小さいポッチっていうんですか、なんていうんですかね、ボルテックスジェネレーターですね、はい、ジェネレーターがなんであんなについてて、しかも両サイドのあの大きいジェネレーターというか、なんなんだっていう、最初の印象があれですね、はいはいはい、あそこのボルテックスジェネレーターは、はい、ああ見えてすごく効果があるんですよ、こうちょっと押さえつけるって感じなんですかね。あそこで、まあ、風の流れに渦を作ることによって渦を作るんですね。リアのその後ろにちょうどある大型 の、はい、リアスポイラーの効果を上げています。 あえてそこで渦を作るってことなんですね。そうですね、はい。まあ、あとはリアもデザインをフロントバンパーと同じように、はい、リアのバンパーも変更しています。あ、そうですよね。結構目立ちますよね、キュッとしてな、ね、よりなんかいかついと言いますか、はい、そういう印象を受けましたね。よりロー&ワイドに、はい、外観からスポーツ性を進化させたいっていう思いでこういうデザインにしています。3本出しマフラー、はいはい、あれ真ん中は音だけなの？実際真ん中からもしっかり排気出てます。ただエンジンの回転数によって、はい、左右の2本と真ん中から出る排気の量がこう変化していくので、まあ室内で聞こえる、はい、なんていうかエンジンサウンドとノイズをちょうどコントロールして、はいはい、高速とかでずっと連続走行していると、はい、ってこう、はいはい、鳴り音が、そうですね、耳が痛くなるようなものがあるじゃないですか、はい、ああいうところ真ん中 の排気パイプを利用してコントロールしていますね。そういうことを考えてるんですね、はい、いや僕もっと単純にこの踏んだ時のウォンウォンっていう、その甲高い音を調整しているのかなと思ってたんですけど、まあ、それだけじゃなくて、それだけじゃないってことなんですね、はいはい、いや素晴らしい、はい、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。いや、いろんな、話が聞けてよかったです。私のチャンネルが面白ければ皆さんグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけで、タイプ R のマイナーチェンジでした。じゃあね、ボーイシュー。